黒野城は、現在の日本の岐阜県岐阜市に、戦国時代から江戸時代にかけて存在した、日本の城である、美の国宝剣軍黒野の地に、豊臣秀吉の命で、加藤貞康が築城、徳川家康の時代まで一代わずか16年間の存在だった。黒野城は、平城で本丸を中心に、二の丸、三の丸と三重の堀に囲まれた、輪郭式の車、規模は、 東西約1000メートル、南北約800メートル。外堀の土塁は、防御に適した凹凸形状の横屋構造で、要所には、門、神社や寺院が、風水思想で配置されていた。角内は二の丸、広小路、役所、道場、馬場、倉屋敷など城の施設と、家臣196屋の屋敷などが並んだ。主な屋敷は土塁、堀に囲まれ、外敵に備えた。 観光集落に似た構造である。南西側には15の町屋敷が整然と配置されていた。本丸の規模は約110メートル四方の方径。その土類は高さ約5メートル、幅約15メートルの堀に囲まれていた。入り口はマスあった古行で、触方形城角の特徴があり、現在の城市被付近に石垣に囲まれた城門と橋があった。 本丸土塁上の北西と南東隅には櫓が設けられていた。本丸跡を北西から撮影本丸跡を北東より撮影本丸内側の様子。土塁では桜が咲いています。1594年、加藤定康により築城される。加藤影康は時氏に仕え、三の国橋詰め将で七十貫の地を漁していたが、加藤光康は斎藤達沖。 豊臣秀吉に仕え、海の国24万国を与えられている。三安は、文禄の役に出陣したが、朝鮮で1593年に病死する。子供の貞安は幼少であるという理由で、美の国厚見軍、片方軍4万国に作法されてしまった。加藤貞安は、領内の寺院を仮の住居とし、黒野城の築城に着手した。1600年、石田三成と、 徳川家康が対立すると、加藤貞康は、西軍側の岐阜城城主、織田秀信につき、竹中重家家ら美野の武将らと共に、犬山城の火星に入った。また、弟の平内を、江戸の徳川家康の下に、人質として差し出した。しかし、貞康らは、以前から石田三成に、恨みがあり、貞康は火星衆を東軍に味方するように説得し、解除をさせた。 この働きは家康から貞康宛ての古通の書状から、関ヶ原前哨戦での重要性を伺うことができる。岐阜城が落城すると貞康は、西軍の大垣城の抑さとして、本田村に布陣した。関ヶ原の戦いでは、黒田長政、竹中重門と共に、岡山放火城に布陣し、本戦では、島津隊と戦う。貞康は、戦後、家康より、 黒の城と四万国は安堵された。また、加藤家の働きに対して、弟平内は、美の国内で3641国を賜り、加用された。加藤貞安は、城下町を整えるとともに治水事業を行い領内の生産を高め、1610年正月に、楽市の免許を町屋敷に出した。また町人に対して、土地の年ぐと所約を、向こう5年間免除するとした。 1610年、加藤貞康は、放棄夜名護藩6万国へ、加増違法され、4万国の領地は、加納奥平資料となり黒野城は、廃城となる。前述の政策もわずか半年の実施となった。一説によれば、貞康が、長良川右岸の堤防整備を行った結果、長良川左岸の加納領が浸水したと、加納藩主、奥平信政の性質、亀姫が、ジップ、 黒野城付近国土交通省国土画像情報を元に作成に踏ます黒野線。黒野城と前下車。徒歩約5分8番乗り場、おもち屋、宝珠ハイズ、西秋田区、も寿司役所行き。いい乗り場、おもち屋、宝珠ハイズ、西秋田区、も寿司役所行き。ありがとうございます。